出発しようか。ああ、任せる。頼む、リンカ。この通りだ。私と組んでくれ。話は聞いたよ。満腹丸ちゃんもショックだったみたい。私もどうにかしてあげたいけど、チラ。ダメダメ、そんなのダメだよ。クズリュウの気持ちはわかるけどさ、お姉ちゃんと組むのは私なんだから。そこを曲げて頼む。あいつらは満腹丸の気持ちを踏みにじるような真似をした。それどころかお前たちまでバカにした。それもこれも私が負けたからだ。勝っていればバイオラも稲川も何も言えなかっただろう。私だってムカついてる気持ちはクズリュウと同じだよ。でもそれとこれは話が違うっていうか。私はランカちゃんさえ良ければモモちゃんと組むのは構わないよ。そうだよね。お姉ちゃんはそう言うよね。すまない。お前が渋るのも理解できる。だが、申し込まずにはいられなかったんだ。ダメなら断ってくれ。そうだよ。クズリュウの言う通り、ビシッと断ればいいんだよ。なのに心がチクチクするのは、なんでだろう。いずれお姉さんのために他の誰かとドライブする日が来るわ。私たちヴァルキリーは二人で一人なのです。ヴァルキリーはパートナーがいてこそ戦えるということを忘れないでね。わかってるよ、先生。チクチクするのは胸に刻んだ先生の言葉なんだ。誰かのためにドライブすることも、誰かのためにドライブしないってことも同じだもんね。ランカちゃん？一回だけだよ。いいのか？ほんと、一回だけだからね。ランカちゃん、ありがとう。礼を言う、ランカ。ああ、もう、そういうのは勝ってからでいいから。ゴーサンゼ先生、これでいいんだよね。私、少しは大人になれたかな。これはどういうことかしら。叩き潰したはずの雑魚がいるようだけど。どういうことですか？今日の対戦はリンカさんとランカさんのペアのはず。説明を求めます。ごめんごめん、ちょっとお腹壊しちゃってさ。クズリュウは私の代役ってことで。リンカさんも了解しているんですか？もちろん、代役がダメってルールはなかったはずだよね。その雑魚は一度ならず私に負けているのよ。そっちのアホの妹の方がまだしも可能性があると思うんだけど。こら、誰がアホだ。そっちの中で話がついてるなら構わないけどね。雑魚 AB が雑魚 AC になっただけの話だし。
ちゃん、勝ち負けより大事なことってあると思うんだ。そうですね。マナちゃんが満腹丸ちゃんにしたことは、やっぱりやっちゃいけないことだよ。そう思います。稲川。けれど、それを語っていいのは勝者だけなんです。それが理解できないなんて、愚かとしか言いようがありません。マナちゃん、それは違うよ。勝ってから喋りなさいと、そう言っているんです。リンカ、リブレイターを任せる。感情を抑えられそうにない。だが、憎しみで刃を振るうべきではないのも分かってる。そうだね、私がやるよ。話は終わった？まさか高三の相談をしてたなんて言わないわよね。勝ち負けなんてどうでもいいんだけど、勝たなきゃマナちゃんやバイオラちゃんとお話できないって言うなら勝つしかないよね。本気で言ってるの？それともやっぱりおバカなの？本気だよ。マナ、あなたに任せるわ。1分で終わらせなさい。あそこまで好き放題言われて、まさか負けるなんてありえないわよね。はい、行くよ、ももちゃん。ああ。ウサギさん可愛いでしょ。先が思いやられるな。大丈夫、しっかりやるよ。バイオラさん、よろしくお願いします。ええ、よろしく。足手まといにはなりません。てりゃー、はい、
本当に最近ろくなことがないわ。小春は私の方を見向きもしないし、近くに寄ってくるのはアホに雑魚におバカばかり。反省しなければね。観察を怠るべきではなかった。バイオラさん、私は…まあな、あなたのせいではないわ。あなたは十分役に立ったし、この先も役に立ってもらわなくては。それにちょっと面白いものも見ることができたことだし、これで終わりではないんでしょ。まあな、きちんと後始末をつけなさいな。はい。私の出番はここまでね。神楽坂凛花と九頭竜、そしてアホの妹、覚えておいてあげる。じゃあね。アドレス帳に神楽坂蘭花と追加しておきなさいよね。誰がアホの妹だっつの。もうちょっとは分かってもらえたのかな、バイオラちゃんに。少なくとも無視できないくらいには近づけたらしい。稲川、お前はどうなんだ。私は負けていません。今回はバイオラさんが手を抜いたからです。だそうだが。なるほどね、負け犬の遠吠えってのはこういう風に聞こえるんだ。ランカちゃん、そんなこと言っちゃダメだよ。一番ショックを受けてるのはマナちゃんなんだから。お姉ちゃんが一番ひどいよ。では話を進めましょうか。
バイオラさんにも言われたことですし。何の話？忘れたんですか？これはゴーザンゼ先生への挑戦権をかけた戦いです。ああ、おお、そういえばそうだったな。こんな人たちに負けたなんて自分が情けなくなります。でも約束は約束ですから、私が責任を持ってゴーザンゼ先生との対戦をセッティングします。それはやっぱりお姉ちゃんと私じゃなくてお姉ちゃんとクズリュウだよね。それはそうでしょう。そうでなければ私もバイオラさんだって納得できません。やっぱりクズリュウにお姉ちゃんのパートナーを譲るんじゃなかった。失敗したな。私も先生と戦いたかったな。ポイントも惜しかったよ。ねえクズリュウ、もしクズリュウが先生に勝ったらポイントを半分くれない？ランカ、なんていうかお前はすごく残念だな。そう、私の残念な気持ち分かってくれる？本当に残念だ。私たちの物語を楽しみましょう。